ケイニヒスベルクにて私、講師を務めていた頃、ヒルベルトの母妃。我々は知らねばならない。我々は知るだろうと記されている。ダービット・ヒルベルトは、ドイツの数学者。現代数学の父と呼ばれる。名は、ダフィット、ダビット、ダビド、ダーフィットなどとも表記される。しかし、これはいわば和製ドイツ語である。ドイツ語の部位は通常は濁らず発音されるが、デビットは、 ヘブライ由来の名前のため、ドイツ語聖書法では、V は濁ってドイツ語、WT と発音される。当時プロイセン王国領だったケーニヒスベルクに生まれた。ケーニヒスベルク大学に進学し、ハインディッヒ・ウェーバー、フェルディナント・フォンリンデマンから学んだ。特にウェーバーは、ドイツ数学の影響をヒルベルトに与えた。また、同大学でヘルマン・ミンコフスキーとアドルフ・フルビッツと知り合った。 特にミンコフスキーは、最良にして、本当の友人であり、ミンコフスキーが亡くなった際は悲しみに明け暮れた。1885年に卒業、普遍式論で学位を取得した。1895年、ゲッティンゲン大学教授に就任。19世紀末から20世紀初頭にかけての、指導的な数学者となった。弟子の育成にも務め、マックス・デーン、エイリー・ヒヘッケ、ヘルマン・ワイル、 ビルヘルム・ワッカーマン、パウル・ベルナイスなど著名な数学者を輩出することになった。ヨハネス・ルートビヒホン・ノイマンの論文を評価し、当時22歳であったノイマンをゲッティンゲン大学に招いた。日本人では、高木貞春がドイツ留学時代、ヒルベルトの弟子であった。1943年、死去。普遍式論、抽象代数学、代数的整数論、積分方程式、 関数解析学、幾何学の小理系の研究、一般相対性理論など業績は非常に多岐にわたる。彼の小理論と数学の無矛盾性の証明に関する計画はヒルベルトプログラムと呼ばれる。その他、ヒルベルト空間、ヒルベルトの例テ,ンテールなどに名前が残っている。1900年のパリにおける国際数学者会議においてヒルベルトの23の問題を発表した。 様々な数学者がこの問題に取り組んだことで、ヒルベルトの講演は20世紀の数学の方向性を形作るものになった。その中には、リーマン仮説など現在も未解決の問題もある。また、大数記下の基礎付けの問題のように、どのような解決をすればよいかの指針がないようなものもある。ヒルベルト。アインシュタイン優先権論争とは、1915年。 アインシュタインが一般相対性理論の中で発表した場の方程式とりわけ共変方程式をめぐってこの共変方程式を先に草案したのはアルベルト・アインシュタインかダフィット・ヒルベルトかということに関する選手権論争優先権争い1915年以降一般相対性理論をめぐって起こってきた論争の一つであるが1997年にすでに アインシュタイン側に優先権があるとして解決したと、される。1997年、上の方程式の選手権をめぐる論争は、サイエンス誌に掲載された、エルコリー、ジェーレン、ジェイス・タッチェルによる、協調論文、ヒルベルト、アインシュタイン選手権論争の遅ればせながらの判定、を通じて、結論が確定された。この人の著者は、 これまで未発表で注目されることがなかったヒルベルトがゲッチンゲン科学企業に送り1915年12月16日に受領された構成釣りの現物について調査を行った。それによればアインシュタインがヒルベルトの著作を表説した可能性は全くなく、さらにアインシュタインが方程式を正しく導いている一方でヒルベルトは アインシュタインの研究が発表されるまでは正しい方程式にたどり着けなかったことが証明されている。この構成ずりの中でヒルベルトは相対性の文脈の中で重力の問題について妥当な記述を行う場合に要求されるほどには自分の方程式は一般的に共変でないと告白している。ありがとうございます。